さて、これが何かというとですね、安井商店の馬刺しなんですね。で、ちなみにこのかかってるのは会津馬刺しの南蛮味噌と醤油です。それで会津の馬刺しはね 100% 国産だったんですけど、これはカナダ産なんですね。ただ会津と同じく赤身ではあります。さて、どんな違いがあるのか食べてみましょうか。あ、やっぱ全然違いますね。まずね、色からして会津の馬刺しの方が赤みが強かったんです。鮮やかな赤だった。で、こってね、味もね、なんか色から想像できる通り薄いんですね。会津の馬刺しの方がもうちょっとね、血の気が多いというか、赤身らしい味と香りがしたんですけども、こっちはね、ちょっとさっぱりして、筋ちょっとね、筋も多いような気がします。やっぱりね、国産と外国産だと外国産はちょっと国産に劣るんですね。ということで、安井商店の馬刺しでした。